突如発生した戦闘に、この赤暮れの里は未曾有の混乱に陥った。大騒動の中、三代目火影のサルトビヒルゼンはオロチマルと相対する。オロチマルは伝説の三人の一人であり、ヒルゼンとはかつて師弟関係にあった。木ノ葉崩しを起こしたオロチマルの目的は、木ノ葉隠れの里が崩壊するよう己の手で先導すること。そしてサスケの体の乗っ取りであった。天性の器として優れた資質を持つサスケの体を狙っていたのだ。オロチマルは死を葬るため近日江戸天聖を用いて、初代火影千住柱間と二代目火影千住扉間を口寄せする。火影同士の壮絶な戦いが始まろうとしていた。知っていますか、かつて死と呼んだ者を傷つける喜びを。それを今お前が感じているというわけか。先生にもすぐに同じ思いを味合わせてあげますから。まさかあのお二方を転生させるとは。師匠愚弄しよって、時をもてあそぶとどんなことにもならんぞ。すぐにやられないでください。面白くないですか。この運びはどうじゃ。少し砂まで動いていたとはな。これもお前の運びのよ。歴史は常に動いているのです。おとん、大炼丸の術。闇に染まったお前には相応の処罰を下す。この葉崩し、ここに破れたり。この老いぼれが、私の腕を返せ。よくも私の術を。さらばじゃ、我が弟子オロチマル。この葉崩しはならなかった。この葉の忍びは皆里を守るために命がけで戦い、オロチマルの野望を退けたのだ。この葉舞うところに火は燃ゆる。火の影は里を照らし、また木の葉は芽吹く。